出るね、みんな。じゃあ、で、上の方に上がってった時に、これやると喉潰します。顎は上げないでください。まっすぐ向いたまま。で、腰とか全然大丈夫だわっていう方は、椅子座る時に背もたれに持たれて、社長さん座りはやめてください。座ったら、そうかなと思ったら違う違う。ちょっとだけ浅めに座って、足が踏ん張れるような体勢。こう、大きい椅子、こう、本当にちょっと足を前後にして、踏ん張れるような。まあ、どちらかというと、いつでも立ち上がれるような踏ん張り方で、歌われると、お腹にも力が入るので、一番歌いやすいかと思います。で、きちんと、頭の重さを感じて座る。難しいんですけど、こう、前に倒れたりとか、後ろにこう反ったりすると、やっぱり声が出にくいです。で、ここの軌道をまっすぐ、こんなよれてると、結局空気の通りが悪くなるので、空気がきちんと通る状態。これをきちんと持っていってください。で、今、もうごめんね、ピアノ、これぐらいでいい？ごめんね。じゃあ、これからピアノなしていきます。で、さっき歌ったゴンベさんなんかだ。ただ歌っててもつまらないので、振りをつけたいと思います。大丈夫ですか？こんなくだらんこと俺はできんと思わないでね。いきますよ。ゴンベさんはお百姓さんなのでほっかぶりをしています。なのでゴンベさんのでやります。ゴンベさん、これ歌に入ったらちゃんとやってくれるのかな、みんな。で、ここで結ばないで、ここで結ぶと誰？泥棒です。皆さん泥棒さんになってもらいたくないので、ゴンベさんのは顎の下、ゴンベさんの赤ちゃん風邪ひく見えんかな、上に。ごめんね、ちっちゃくて。いくよ。ロンベさんの赤ちゃんが風邪ひいた。ロンベさんの赤ちゃんが風邪ひいた。もう一回。ロンベさんの赤ちゃんが風邪ひいた。そこで慌ててシップした。大丈夫ですか？じゃあ歌に合わせていってみたいと思います。